はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエスト3続きやっていきたいと思います。前回ね、このね、下の方に、ロマリアっていうね、城がありまして、今、カザーブってとこにいるんですけど、ここまでね、この強さできちゃいましたね。6777。まあちょっと低いかなって感じもするんだけど、このあたりレベル上げようと思います。そして、スゴロク城もありましたんで、そこも寄りたいんですよね。なんだけど、ここでちょっと夜になるまで上げて、夜になった時にこのカザーブの街でまたねなんか起こってると思いますので、とりあえずひたすらもう夜までには1レベルずつぐらい上がるんじゃないかな。ただね、敵が強いのでばっかりしてるとね危ないので、遊びになんか余計なことしてますけどね、遊びにいいこと聞いてくれないんで、ね、ただちょっと我慢してれば後でいいことあるので、はい。で、装備品もね、お金がないので、まあ、貯めて買わなくちゃいけない。これいいもの売ってるので。それあればもう大丈夫かな。軍隊ガニは危ないんだ。幻に包んどけた。お、鷹の目。いや、鷹の目もいいんだけど、西に7歩、北に17歩に何か見える。まあ、左のずっと上かな。お、夜になった。危ねえ、軍隊岩入れてきて。ギリですけど。こう夜になると、ね。まあ、これが見たくて、夜にしたんですけど、私は偉大な武闘家。噂では素手で熊を倒したことになっておる。しかし実は鉄の爪を使っていたんだよ。わはは。グーグー。でも鉄の爪を使って倒せたってことはね、それなりに強いですよね。そして、朝行ったらね、ここね。グーグー。これね、まあ店の人いてね、物って手に入んなかったんですけど、毒針とか、はい、コンボ。コンボはいいんですけど、毒針が手に入るので、毒針はね、まあ、魔法使いとかいればいいですけどね。ここ装備してもね、減るので、トゲの鞭の方が全然いいのでね。まあ、これでいいかな。はい。まあ、これが取れると。あと、じゃあ、スゴロク城行って、まあ、何回か試してみましょう。前回行きましたもんね。はい、スゴロク城なんですけど、まあ、ここはね、大丈夫かな。結構いいもの途中にあったりするので、ぜひとも拾いたいんですけどね、運なんでそればっかりはね。ようこそ、旅人のスゴロク城に。スゴロク1回につき、スゴロク券1枚です。お会いになりますか？はい。はい。ということで、10回触れるんですけど、マップを見るってやると、こういう感じになってますね。宝とかね、通りたいんですよね。はい。ここゴールなんですけどね、この宝を目指して頑張りたいと思います。はい、サイコロ振る。3でねえかな。まあ、いや、その3じゃねえんだけどな。壺とかもいいけど、1、2、3、4。ああ、3出たら終わるね。ステータス大丈夫だったよね。ね。それは天の右か？アルスの最高。いいね。301ゴールド。3出てくんねえかな。あ、出た。よしよしよし。これなんだっけな。ここいいもん。あ、やった、ブーメラン。ここでね、ブーメラン手に入るので、まあこれもね、かなりいいものなんでね。
あと2出ればいいんだけどな。2、3、1。お、敵だ。あ、こんなにいいの？お、いいね。あの、モンスターのね、形あるところだったら1段階強いかな。だからちょっときついかもしれないけど、まあ大丈夫かな。装備品もね、やっぱ充実させておいた方がいいので。上がってるし。どい。さて、1出ればいいけどね。おお。わお。また、どうすかな。これ宝をね、全部と、トンガインかな。左の壺とかもあるしね。1、2、3、4、よっと。素晴らしいな。これを取ったでしょ？あとは、1、2。どうだろう。1回でいけるかな？ 2 出たら終わり。1、2、3、4。残念だけど、アイテム取れたからいいです。ってことは、1回ちょっと記録してきますね。ブーメラン取れたんよかった。このブーメラン、主人公ね、いいよね。そうね。これ持っとけば、ある程度ね、敵余裕なんで、912も溜まってるし、ちょ、待った。カザーブ行って、防具買ってこようか。それでまた来よう。1個スゴロク券手に入ったから、また2回チャンスあるもんね。お、今回ちょっと1回も運良かったね。あれ大事なんだよね。こんなところでやられないようにしないといけないので。まあ、このね、ムチもいいけどね。同じ種類だったら全体いけますけどね。ちょっと遅いのか、主人公がね。まあ8999ぐらいに癒したいかな。塔に行くときはせめてね。1000あるので、チェーンクロスをボッコさんに持たせようか。そうだね、鉄のありもいいけどな。まあこれだね。はい。さまよう鎧出てきました。一応新モンスターなんでね。硬いっすよ。からですよね。さまよう鎧とホイミスライムがペアっていうの。お、9になった。あ、いいね。10も上がったね。じゃあ行きましょう、スゴロクまで。1、2、3。あ、これも欲しいな。5、6。いいえ。約4出ればいいのか、あれは。1、2、3、4、ダメだ。2、何も見つかない。穴あるときだったね、あれね。1、2、お。1、2、3、4、5。お、宝のとこまた来たね。何もないね。さて、落とし穴あったよね。1、2、3。あ、50。3出ればいいんですけどね。1、2、3、4、5、6。お金大丈夫か？1、2、3、4、5、6。出た。はい。とりあえずクリア。あとは途中の回収すればいいので。よかった。2回でいけた。まあ、そんなもんですね。途中のアイテムね、やっぱ拾いたいですけどね。やったな。ここ上がりの部屋じゃ。褒美の宝を取ったなら、そこの穴から潜れるぞい。ともかくおめでとうじゃ。そうそう、宝を取る前にうっかり穴をチェーンよな。またやり直しになるぞ。はい。おー。いいね。鋼の剣。鋼の剣。まあそうだろうな。
ちょっと待った。初代スゴロクキングの像、これもそうな。あ、読んでた、やった。あと左、あ、聖なるナイフあんのか。え、取った、あ、壺か、あの壺をどうしよう。3出せばいいのか、1かね。あ、出たあ、顔の帽子か。え、取った、これ全部。あとはオッケーオッケー、よし。じゃあ、シャンパーニュと行こうか。はい、レベルね、9まで上がりました。まあ、こんなもんでいいかな。お、もっと思い出す。ね、お金が898あるので行っちゃおう。宿泊まって行こう。で、上げてる最中に、うわ、ルカに、ルカに覚えましたね。ルカに覚えたんだけど、あんま意味ねえよ。まあ意味なくはないけど、一体だけなんでね。だいぶ強くなったよね。最初1体だけでもすごい強かったのにね。それで僧侶がね、鉄の槍ね、一応装備してます。あと、鱗の盾かな買って、他の人も装備できるんだけど、まあ、一人分ぐらいしか今お金ないので、まあ、全員分集めようかなと思ったけど、レベルがね、9とか10まで上がっちゃったので、まあ、このまま行ってもいいかな。今回ね、その先の方まで攻略したいんでっていう話なんですよね。982か、まあ、もうちょっと頑張ればね、鎧買えんだけどね。いいもの落っこってるかな。買ってね、落っこってるってパターンあるもんね。これ買えば44まで上がるんで欲しいよな。鱗買うんだったらこれ買ってこれ買えば50まで上がるから、そんぐらい上げといてもいいんだよな。主人公の場合鱗の盾2人装備できるか、1個買っちゃうか。また手に入ったとしてもね、他に装備させればいいので、まあ、このまま行っちゃおう。よし。じゃあ、薬草とか持たせとかないとまずいから。はい、では行きたいと思います。左側ですね。満月草がいっぱい溜まる。ここにすぐ塔が見えるので、まあ、そこなんですけど、以外にね、もう簡単に倒せるんで、一人だけね、やっぱね、ブーメランの方がいいんですけど、全体自分好きなんで。なんだけど、髪がね、硬いので、っていう話なんですよね。はい、ここら辺も楽に倒せるぐらいにならないと、ここきついと思いますので、お、いいね。9、10、10、10にしようかなと思ったので、まあ、主人公はね、なかなか上がんないので、僧侶の回復大事なんでね。はい、来ました、シャンパーニの塔。ここはコウモリ男とかいると思うんですけど、まあ攻撃できるね。主人公大事ってこういうことですよ。まあ倒せますね。
体ガニ4体出てきたら、こうやって時間かかるんで、ちょっとカットしますね、さすがに。はい。お金もすぐ貯まるもんね、562とか。話聞きながら行きたいっすよね。お、さまよう。それ遅いんだよな。50下げたとか言って、もう鎧じゃないよ。抜け殻だ。使わなくてもいいかな。ホイミスライム呼ばれると面倒なんだよ。ここが悪名高いシャンパーニーの塔だぜ。それだけかい。それだけのためにここまで来させたんかい。あら、見えたらね、何言うんだろうと思うよね。はい、カニ。あ、ギズモ。ギズモがいるね。2ではグレムリンだけどね。まあなんかね、自分の言ってる意味は分かる人は分かると思うんですけどね。あ、ボコさん上がった。え、そんな戦ってる？あ、フローミ。フローミは、あのね、建物や洞窟で階層を知る。だから1階ですね、ここ。使わなくても分かります。主人公が一応ホイミ覚えてるので、まあ主人公で回復させるか。MP はあんま使わねえもんな、主人公。よし。ある程度温存しとかないときついので、小宝って確かね。おっと、はい。あ、鎧買えんな。鎧買ってくっかな、どうすかな。いいものはあるかもしれないからね。お金があんのか、なんかあんなと思ったんだよね、宝箱。何がにっこり微笑んでるって。戦えよ。遊びなんですけど、これね、運の良さ半端じゃないですよね。104とかね。これ中に宝あるのかな？ないか。上宝だっけこれ。あ、出た。出たっていうか、これさ、レベル上げてるとき実は出てたんですね。夜になると出てくるモンスターなんで。魔法トーンとか使ってきますね。呪文使えなくする呪文ね。だけど、そこまで、ね、やらないので。反対だわ。素早さってね、結構大事なんだよ。こんなもんでいいかな、とりあえずは。お、宝。あ、やはりこんなのあるか。聖堂盾よりいいもん装備してるもんね、だって今ね。聖堂の盾下がるからいいか。そうだね。鱗盾買って正解か。じゃあ、まあ聖堂の盾でも大丈夫ぐらいなんだろうね。
お、な、あ、毒芋虫とお化けキノコ。毒嫌だな。毒と眠りだね。お化けキノコって眠り使ってきたよね。毒だっけこれも。眠りだよね、確かに。何をやってんの、モモクさんは。いいね。毒結晶を盗んでいた。よし、行こう。この塔には昔からいろんな盗賊どもが住み着いているらしい。左か。お、桃子さん上がった。聖なるナイフ盗んでいた。まあお金になるからいいけどさ。着いたかな。まだあんだっけこれ。結構長いな。やっぱ毒邪魔だよね。もう一個上だ。そうだ。来ましたね。おい、変な奴らが来たぞ。よし、お頭に知らせに行こう。もう行け行け。よくここまで来られたな。褒めてやるぜ。だが俺様を捕まえることは誰にもできん。さらばだ。わっはっは。なんもないね。すごい奴らめ、やっつけてやる。はい。はい、出ました。カンダタ、カンダタコム。ここはね、まあ、周りから行きましょうか。ルネラでしょ？ピオリヌー。なんもないもんね。あぶね。攻撃は大丈夫。攻撃呪文。ポッポさんかな。花子さん。だいぶ違うこれで。攻撃。雑草、ポイに。あ、一番後ろ。大丈夫か。攻撃。雑草。攻撃。よし、あとは畳みかけましょう。もうこまめに回復しながら、それだけでいいかな。お、身を守ってるね。いけますね。食らったものだけ回復しとけばなんとかなると思うので。ね、回復しといた方がいいですよ。
お、あと1回しか回復できない。でも、まあ、倒せんじゃない？あ、痛恨どうだ？おう。道具で役立てる。お、もうなくなってきたね。なくなっちゃったか。ここも、あ、ないか。ないか。お、一番食らってほしいのが。攻撃しとくか。24くらいそうだから。あ、オッケー。倒した。まあ、ちょっと強いね。まあ、10ぐらい、10あればいけっかな。あと回復だけしっかりしてれば、まあ、そんなでもないんだけどね。全員いるとき集中攻撃されると落ちる可能性はあるので、そこは気をつけた方がいいかな。あ、参った。金の冠返すから許してくれるな、な。いいえ。これドラクエ10の勘だったとか見てるとあんな感じなんだろうなと思ってね。な、許してくれよ。な、な、みたいな。いいえ。そんなこと言わずにさ、許してくれよ。な、な、って画面にね、あの顔いっぱい近づけてきてね。許し込むんで。ありがてえ。あんたのことは忘れないよ。じゃあな。はい。金の冠を見つけた。一応ですけど、これね、装備できんだよ、確かね。移りスケベですけどね。あ、消費が足んねえ。自力か。あ、待って、キメラの翼あったっけ。ねえかな。キメラの翼はない。鉄の鎧買おう。これあればまだだいぶ違ったけど、主人公あんま食らってなかったよね。花子さんがすごい食らいやすいよな。ここ落ちたらちょっとまずいんで、旅人の服はさすがにまずいか。旅人の服、旅人の服っていうか、旅人の服から上はないのか、まだ。ここで休んで、ロマリア行って終わりましょう。じゃあ次がね、また上の方行きますんで、カザーブからね。はい、パート用にしてここまで来れたね。やっぱ勝手が分かるゲームなんで進みは早いっすよね。今回スゴロクとシャンパインの塔やったよね。お、あるっすよ。よくぞ金の冠を取り戻してきてくれた。そなたこそ誠に勇者。一国の国王としてもふさわしい人物じゃ。というわけで、どうじゃ、わしに代わってこの国を治めてもいけらないか。そなたがはいと答えるだけですぐにでも王を譲ろうと。どうじゃ、はい。よし、ではこれよりアルスがこの城の王様じゃ。王様になれんですよ。はい。新しい王様の誕生じゃ。アルスを万歳。ご立派です、アルス様。どうかこの姫と共に末永く暮らしましょうね。あ、王様から声をかけてもらえると、私は幸せ者でございます。新しい王様に敬礼。なんかあんのかって話だけどね。はい。王様の役に立つものは何も見つからなかった。はい。王様は、その昔とても強かったらしい。これね、まあいろいろ話せるんだけど、まあ何回もね、王様になれるんでね。まあ、王様は何をやり方かっていうと、まあ、ここでしょうね。わははわしだよ。前の王様じゃ。しかし庶民はええの掛け事がこんなに面白いとは思わんかったわい。そなた頑張ってこの国を治めてくれよ。いいえ。なんと王様になっているのはもう嫌だと思うのか。はい。そうか、嫌なものを続けさすわけにもいくまい。わしもしばらくではあるが、少しは息抜きができたしな。あい、わかった、あるすよ。そなたはやはり旅を続けるがよかろう。まあそうだね、冒険進まなくなっちゃうもんね。はい、ということです。はい、そしてムッツリスケベなのか変わんないんだね。はい、ふむ、わしはあまり見ておらんかったが、アルスの大ぶりは見事だったようじゃの。ここら辺しか話してないけどね。まあ何事も経験じゃ。その先もこの先も様々な出来事がそなたを待っておるであろう。はい、そなたのさらなる活躍を期待するぞ。では行くがよ。はい、削りたかったのにということで、ここで記録できるんで今回断りたいと思います。はい、ところでどうじゃ、今一度嫌です。
そうか、では行くがよ。ということで今回断りたいと思います。次回ね、カザーブのね、上の方に行きたいと思います。ここからね、東も行けるんですけど、まだ強いんでね、そこね。だから、ロマリア来た時にはもう行けたんですけど、全部ね。だけど、返り討ちが目に見えてますので、カンダタもね、まあ、なかなか強かったですよね。古文もいいよね。まあ、そういう感じなんで。まあ、次回またお楽しみ。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。